はい、水ぐすい宇宙がなびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、3月の14日月曜日、旧暦うちなぐ組では2月の10日となりました。さあ、週明けましたね、月曜日も日も月もね半ばというふうになりましたけれどもね、もういきなりとも3月末、巷ではもう学校の卒業式等もですね、高校中学と終わりまして、残すところは小学校の卒業式ということありましてですね、私も、先週古源中学校、まあ、実はうちの娘がね中学校の卒業式ということもありまして、まあ、足を運びましたけれども、やはりこう、まあ、日頃はですね一応応ばっかりしている、花ではわらばあるんですけど、まあ、花は垂れてないですけどもね、うちの娘なんですけども、やはりこうね、やっぱり感情高いですね、やっぱ今の子供たちは。親の前ではなかなかなんですけど、先生方の前ではね、やっぱりこう、ぐっとこう涙をこらえたりね、おもむろにこう泣き出したりする女の子が多かったりとか、そんな風景を見ていると、あ、まだまだ子供たちは順調で、その順調のまま大人になっていただきたいなというものをね、改めて実感したわけなんですけども、さあ皆さんの周りではいかがだったでしょうか。さあそんな中でもいろいろとですね、週末も行事等もありました。チューバーリーグとかいうのも開催されましたけれどもね、本当にこう大学生の皆さん方、社会人の皆さん方がソフトボールの一球一球に一生懸命になっている姿を見ますと、またそこもですね、パワーあふれるものをね感じますね。はい、まあ、それによっても、こんな中ではありましたが、まあ、先週末、金曜日の午後にはですね、本当にこうなんか言葉にしにくいような、それぐらいの大きな、この東北での、ね、地震、もう私たちも災害放送を通しながら、一刻と変わる状況をですねお伝えしていったわけなんですけども、まあテレビラジオ等でも連日連夜同じような形でですね放送されていただいております。まあ、そんな中も含めましても、今日も1時間ですね、番組を続けてまいりたいと思います。まずは、今日はですね一曲、この曲をですねお伝えしながら、まあ一曲というかですね、まあその番組でもさせていただいたんですけども、まあたくさんの方々が、お亡くなりになられている、また行方不明者ももう数万人という声もですね出ているぐらい、本当にもう一日一日このテレビの画面を見ていると数字が伸びていくことに心打たれます。ここで、少しではありますけども、皆さんと共に1分間ほど黙祷を捧げて、音楽をお届けしていきたいと思います。よろしければ、ご一緒にお願いいたします。ご協力ありがとうございました。謹んで、今回の地震等の災害で亡くなりになられた皆様方の、皆様方に、哀悼の意を申し上げたいと思います。謹んでお悔やみ申し上げます。さあ、放送の方はですね、私どもは、通常番組としてお届けさせていただきますので、どうぞよろしくお付き合いください。そして、本日はですね、まあ、私が先週1週間余りですね、先々週ですね、はい、もうあの月始めから初旬からですね、東ティモールの方に、出かけていたということもありまして、毎月頭にはですね、読谷村の石目連日村長をですねお迎えしてお話を伺っているわけなんですけども、今回はですね、まあ私がいないということもありまして、引き延ばしで今日になっていただきなってしまいました。石見伝説村長をお迎えして、今月またお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞお付き合いいただきたいと思います。それでは、石見伝説村長、改めましてこんにちは。はい、こんにちは、おはようございますですから、
はい、今ありましたようにですね、東日本大震災ということで、東北地方から関東の太平洋岸にかけてですね、地震津波で大変な被害をですね、受けておりまして、そこでですね、亡くなられた方の皆さんの、ご冥福をですね、お祈りしたいとともに、一刻も早いですね、復興に向けて、これはもう国民、そして沖縄県民、読谷村民も含めてですね、今我々ができるかは何かをですね、考えながら行動していく必要があるだろうと思っております。みんなで東北地方のですね、一刻も早い復興を願いたいと思います。はい、そうですね、本当に金曜日の夕方、もう週末に向かいまして、もう本当にこう、もう週末だなぐらいなイメージでですね、心からわかな時ではありましたけども、いきなりの、そういう津波注意報、そして警報という形で、私たち読谷村にもありましたけども、村長、行政としてもすぐ災害対策会議を、ね、はい、一報が津波のですね、一報が入ったのが、14時40分、はい、2時40分でですね、その後情報収集しまして、3時半には読谷村のですね、災害対策本部というのを、立ち上げまして、はい、その時ですね、第3配備ということで、これは救助体制ということでですね、83名の、これはもう村長以下ですね、はい、部課長の皆さん、そして各課、係長職員含めてですね、83名の皆さんで、対策本部をですね、はいはい、立ち上げたところでございます。で、具体的には、戸口曽部戸屋地区ですね、それと長浜ということで、公民館とですね、連絡体制を取るようにということで職員を、派遣しましてですね、はいはいはい、あと西海岸、宇佐海岸等々ですね、そこら辺も警察消防と連携取りながらですね、海岸線も中に入らないようにということで、連絡をやったところでございます。で、今回は、長浜地区ですね、約80世帯、はい、240名ぐらいでしたかな、その皆さんには、避難勧告をいたしましてですね、長浜の運動場の方にですね、はいはい、避難していただこうということで、連絡をしてですね、震災のですね、状況を見極めながら対応してきたところでございます。今回今回というか、確か去年も村長就任直前ぐらいでしたよね。確かね、はい、あれは2月の20何日そうでしたねぐらいに、津波警報という発令ということで、その時もすぐ対策会議を持たれたという経緯を思い出したわけなんですけども、今回はもう村長も今回、対策会議ということで、もうすぐにこういう第3配備ですか。そうですね、これは、はい、やっぱりそういう警報とか注意報とかによってこうどんどん変わっていく。そうですね、はい、やっぱり今回、長浜地区同様に、金田地区もそうだったんですけど、やっぱ海側の、地区に関してはその避難勧告が出されたということもあって、昨年に引き続きという言い方おかしいんですけれども、やっぱりなんか私たちのなんか身近に災害というのがなんか迫っているような気がしてならないですね。ずっとこの間、はい、テレビ見ててもですね、報道見ていましても、東北から関東、今実際に東海沖地震が発生するだろうということをずっと言われているんですけどね、それが、東日本東北の方ですね、あんなマグニチュード9というですね、はい、想像絶するようなのが発生しましてですね、まさに対応はこれからですけど、沖縄でもですね、はい、今後も非日常でですね、いかに何が起こるか分かりませんので、その体制はですね、きっちりやっていきたいというふうに考えております。防災関係に関しては、毎年、昨年は確か一昨年が時志地区をモデルにした形での、防災訓練、はい、で昨年が役場中心にした、ね、業務的な防災訓練とか、日々、年々こう形を変えているやり方をされていると思いますけども、そういう意味では日頃からの村民への告知っていうのも大事かもしれませんね。そうですね、はい、それと今回も残念ながらですね、はい、あまり危機感のない方が参見されましてですね、呼びかけても海岸からですね、なるほど、
すぐに、はいはいはい、離れないとかですね、そういったまだ危機意識がちょっと薄い、まあ、住民の方もいらっしゃったもんですから、まあ、今後ですねそういったことがないように、まあ、我々村民のですね、うん、今の、 今後起こりうるであろう震災に対する心構えもですね、うん、もっと啓蒙していかなければいけないというふうにですね、うん、感じたところでございます。そうですね、まあ、私たちももうその3時30分には、もうこちらの方も、放送災害放送っていう段階に切り替えて、行ってたわけなんですけども、まあ、そこから常時入ってくるニュース等で、嘉手納警察署さんであったり、未来消防、それからまた読谷村漁協ともですね、はい、今回は津波警報ということもありまして、はい、協力をさせていただきまして、もちろん三谷村の防災、対策会議の方ともですね、災害対策会議の方も、連絡を密にしながら、今回ですね情報を提供させていただきました。まあ、やはりながら皆さん今おっしゃるようにこう主たる方々はすごいこう意識高くて、連絡を密にしようという努力があるわけなんですけども、なかなか地域の方々にはそういうのが伝わらないなって、私たちもこう広報しながら、例えば漁協の方ではやはり津波の、到達時間に、はい、駐車場の方に人が多かったとかですねそういう話を伺って声はかけてるんですけど、なかなかですねみんな興味津々でということで、そういう話もやっぱ私たちも伺っておりましたけど ね、うん、まあ、これはもうやっぱり予防するのがですね、一番のポイントですの です、ね、何かが万が一が起こってからではですね、うん、遅いということで、まあ、これはですね、うん、ぜひこれからも引き続きですね、その危機意識というんですか、これ村民に啓蒙していきたいと、はい、思っております。うん、まあ、今回 の東北の件に関してもやはり本当に1時間前までそんなことが起きるとは誰も思わなかったはずですからね。 その対応でですね、うん、土曜日の朝には二大消防消防庁からもですね、はいはい、連絡入りまして、まあ、読谷嘉手納北谷で構成しています、うん、二大消防ですね、そこから、ポンプ隊ということですね、はいはいはい、ポンプ車と隊員5名をいつでも派遣できる準備があるということでですね、沖縄県から の要請連絡にですね、要請に基づいてその準備はしているということでですね、まあ、具体的な読谷二大消防からもですね、うんうん、このいつでも救急体制緊急体制をですね、うん、取れるような体制があるということで、まあ、県の方に申し出てありますんですね、県全体でまとめてマスコミにもありますように、うん、50名ですと70名からのですね、はいはい、皆さんが今後被災地の方にまた行って頑張っていただくということになると思いますね。はい、まあ、今後村としてもいわゆるそういう災害地に対しての、まあ、支援とかいうものに関してはどうですか。はい、今日実は朝、うん、緊急庁議ということでですね、はいはいはい、これまでの災害対策本部の経過報告とですね、まあ、今後の対応ということで、うん、とりあえずは募金をしようということでですね、うん、そのようには赤い羽共同募金会と、はい、赤十字奉仕団のですね、はい、2つのルートの、まあ、募金をする仕組みがございますので、うん、両方連名でですね、はい、職場募金とか各公民館とかですね、それに明日区長会にお願いしようということで、うん、なるほど、まあ、募金をですね今募っていこうということのですね対応をやっているところでございます。そうですか、はい、ならまた私たちもまた村民への呼びかけをですね、やっていきたいと思いますので、まあ、いずれにしても今すぐにまあ、現地の状況をしっかりと把握した上と、それから現地のやっぱりニーズに応える形での対応の方が一番ベストだと思いますから ね、はい、まずはできることから。そうですね、わかりました、はい、まあ、今回ですね、まあ、金曜日に、ございました、東日本大震災、その状況も踏まえた形での今後の読谷村としてのですね動向もですね、また皆さん、ぜひ募金活動という形でまずはですね、そうですね、やっていきたいということでありますので、ご協力をよろしくお願いをしたいと思います。はい、います。さあ、それでは一旦コマーシャルをお届けいたしまして、また読谷村長のですねお話を、この時間伺ってまいりたいと思います。よろしくお付き合いください。
はい、お送りしておりますユンタンジャーデバンですよ、今日はユンタン村、村長であります石嶺伝次村長を迎えてお話を伺っております。さあ村長、まあ、昨今先日も、ソフトボール中華リーグとか行われまして、ね、はい、まあ、若い人たちのこうパワーあふれるこうイベントなども、あるわけなんですけども、昨日ご覧になられていかがでしたか？そうですね、はい、なかなか皆さんやっぱり大学生だけあって、うん、俊敏でですね、うん、軽快な試合白病を見て楽しみでした ね、はい、ね、やっぱりこう順当たるこう国士官が優勝ということも、そうですね、毎度の強豪国士官がね、はい、愛知県中京大学が、ね、準優勝ということもありまして、中京も、まあ、で毎年ではないですよく参加されてますよね。そうですね、中京もね、はい、うん、まあ、常連校がそれなりにですね、うん、頑張ってるという形でしたね、はい、ですね、そういうイベントも週末ございました。さあ、まずは、まあ、で 毎月こう村長お話を伺っているわけなんですけども、いつもこう、時事関係のお話を伺っているわけなんですが、今日なんか1枚ちらっと私横目で見たら、はい、なんかエッセイとか書いてるのがあったんですけど、はい、そしてこれ何ですか？そうですね、せっかくですから、はい、じゃあこれをちょっと紹介したいと思います。はい、お願いします。これは自治沖縄リレーエッセイということで、沖縄県の町村会の中でですね、はい、町村長がリレーでですね、まあ、エッセイを書くということで、うん、ちょっと読みたのですね、はい、これ近々のですね、状況をちょっと皆さんにご紹介ということで書いたのがあるもんで、じゃあこれはですね、はい、ちょっと、それをですね朗読して、はい、紹介に書いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、リレーエッセイということですね。今戦後復興から高度経済成長へ、読谷村長石嶺ということで、今読谷村は急ピッチで戦後復興に取り組んでいる。戦後長年にわたり米軍用地として使用されてきた広大な読谷飛行場が平成18年に返還され、投下交換により国有地から村有地となったからだ。村では平成17年に跡地利用実施計画を策定しており、それに基づいて作業が進められています。その跡地の7割では旧地主関係者を中心に設立された5つの農業生産法人が近代的大規模農業の実現に向けて取り組んでおります。現在沖縄県が行う土地改良事業と灌漑排水事業を実施中でありまして、合わせて旧郡事業を活用したビニールハウスや平張りハウスといった施設導入も進行中であります。またその営農をバックアップする農産物直売施設ファーマーズマーケットとか州選果場大型機械の整備導入も JA 沖縄読谷支店によって進められております。飛行場全体の残り3割の跡地は村民センター地区として位置づけられており、すでに役場庁舎、文化センター、読谷中学校、野球場といった多くの文化体育施設が完成しております。そして村民待望の陸上競技場も完成間近になっております。私は常々地産地消をキーワードに村づくりを進めていきたいと考えています。まあ、この地産地消というの地は住民が知恵を出し合い商品や企画を生み出すことで地元が盛り上がり笑顔があふれた地域になるという地産地消でございます。今紅芋タルトに続くもずく丼や冬瓜パイ茜ロールといった読谷の農水産物を使った新しい特産品が続々と開発されていますが、今後飛行場跡地でさまざまな農産物が生産され、それを生かした新たな特産品が生まれてくるに違いないと考えております。またこの春は読谷中学校、読谷高校のサッカー部が沖縄県大会で優勝しました。まあ、読谷は先ほどのチューバーリーグにもあったように伝統的にソフトボールの盛んな地域ですが、サッカー熱も盛り上がっております。陸上競技場を中心にいくつかの芝のグラウンドを整備し、J リーグ等のキャンプを誘致してはどうか、跡地内の野球場で毎年行われているプロ野球のキャンプと合わせて、まあ、スポーツによる地域振興にも夢が広がっております。この読谷飛行場の
問題は旧軍飛行場問題用地として県内数箇所に存在しますが、経過や現在の状況は千差万別であります。幸いにも読谷補助飛行場は返還運動から跡地利用実施計画策定に至るまで村民とともに粘り強く一致団結して取り組んでくださった旧地主関係者、読谷村議会、そして村民各位のおかげで今日を迎えることができております。財務省をはじめ内閣府、防衛省といった国の関係機関、沖縄県の関係者の多大なるご理解ご協力があったことも忘れることはできません。佐古の最終報告から15年、今読谷は戦後復興から高度経済成長へ村民の英知を結集する時期を迎えております。多くの皆さんのご協力を得ながら歴史の批判に耐える村づくりを進めていきたいということでですね、はい、まあ、タイトルは今戦後復興から高度経済成長へって、なんか、はい、50年前のですね、まあ戦争によってですね、はい、日本本土から、切り離されてですね、戦後復興の恩恵を受けることがなかった、うん、まあ、沖縄読谷のですね、歴史の悲哀の中でもそれにもめげず、うん、これからでもですね、半世紀遅れておりますが、うん、これからでも、読谷村ユンタンジャはですね、あのここ飛行場を中心に、うん、まあ、戦後復興から高度経済成長をですね、うん、まあ、目指すんだというですね、はい、大きな風呂敷を広げてですね、うん、そのまあ決意というんですが、はいはい、みんなでやっていこうという心意気をですね、うん、このまあリレーエッセイにですね、うん、ちょっとあの書いてみたところでございます。でも村長おっしゃる通りで、まあ、あのなんか、先週、あ、先々週か、施政方針となんかこう被って聞こえておりましてですね、はい、でもその施政方針よりもより具体的なですね、あのその過去の背景とかが今のエッセイの中に、ね、記載されているなというのは感じたわけなんですけど、でも本当に読谷村って私とても思うんですけど、この飛行場跡地が返還されたことによってやっぱりこう平和とか地域とのつながりっていうのが飛行場跡地の活用に対してはすごい大きなモデル地区になるぐらいじゃないかと思うんですよね。あのこれは、うん、まあまあ、具体的には復帰後のですね、はい、村づくりになりますけど、うん、まあ、山内徳信元村長がですね、ずっと、まあ、現場においてパラシュート降下、うん、訓練等々のですね、うん、米軍演習を体を張って阻止していくという村民運動をですね、はい、うん、やりまして、まあ、具体的にはあの運動場を作ったりですね、うん、役場庁舎を作ったり文化センターを作ったりということで、うん、まあ、具体的に基地の中に文化施設をですね、そうですね、建設していって、うん、まあ、結果として、まあ、米軍がパラシュート降下訓練ができない環境ここはもう危険だということで、ね、できないような環境になりました、うん、これが第一段階ですね、そうですね、でそれで、まあ、基地からですね、うん、まずあの返還されました、うん、しかしながら、残念ながらあの米軍のパラシュート降下演習はなくなったんですけど、うん、基地からなくなったんですけど、ここは、まあ、戦後のですね、いろんな経緯の中で国有地だったということでですね、はい、まだ村民が使える土地ではなかったんですけど、うん、まあ、これは読谷だけじゃなくて嘉手納とかオロクとかですね、うん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 、先島にもこういった問題は旧日本軍がですね、あ、まあ、あの飛行場を作った後のいろんな戦後処理がされてない問題というのがあるんですけど、はい、まあ、読谷村では幸い、うん、いろんなですね、本当にもう財務省内閣府ですね、うん、防衛省をはじめ国のですね、うん、たくさんの皆さんのですねご協力も得ながら、うん、まあ、安田敬三前村長の時にですね、等価交換という手法でですね、はいはいはい、この広大な読谷飛行場跡地が、うん、まあ、村民の手にですね、うん、戻ってきたということでございまして、先々週あのいろいろ、まあ、旧黙認拘束者の皆さんとかとですね、うん、はい、まあ、裁判もございまして、それもですね、まあ、読谷村の意向を全面的にですね、うん、あの受け入れた和解案が、うん、あの成立いたしまして、はい、それでもあの陸上競技場もあのすぐですね、うん、あの残り4分の1残ってるんですけど、残りがですねあの着工していけるようなランドにもなっていますんでですね、まあ、一つ一つ戦後処理のですね、いろんな複雑な問題を、はい、まあ、紐解いていって具体的に組み立てて、うん、そして今あの新たなですね、うん、創造に向けて、まあ、一歩一歩ですね、たくさんの、まあ、この間たくさんのですね、はい、職員はじめ
国県の職員で村民ですね、うんうん、皆さんの、ご尽力でですね、まあ、今日まで来ていますので、ぜひここですね、読谷飛行場跡地、読谷の中心地をですね、うん、はい、あのスローガンにありますような、うん、黄金の花咲く村をですね、うん、作っていきたいということで今みんなで、頑張っているところですね。はいですね。まあ、そういう、こう歩みっていうのもまた、本当に過去のことも私たちも絶対に忘れてはならないですよね。そうですね。そういう意味ではその辺のこう手記をまた、ザキミのお名前ちょっと僕忘れちゃったこの前の、はい、島袋さんですね、はい、本をね、はい、出版していただいて、そのどうしてもこう記録として残しておきたいというね、はい、こういったものですね、うん、記録に残すというのも重要なことですね。また、はい、ね、島袋さん、長年ですね、うん、人主会の、はい、まあ、リーダーとして会長として、うん、役員としてですね、うん、ずっと頑張ってきてこられた方があんな立派なですね、うん、ね、 本にして出したということもまた、まあ、読谷のですね、うん、一つの歴史だと思ってです ね、うん、ですね、みんなで、読み広めていけたらと思ってます、うん、はい、本当に、私たち若い者にとってはもう飛行場跡地っていうものとか基地とかが本当に当たり前に、こうやってあるわけなんですけども、生まれた時からもう飛行場跡地ってなったわけですから、でもそれがどういう形で、読谷村に返還された、その経緯のたくさんの苦労をお話を伺いましたら、私も本当にすごい方々なんだな、太田先輩はって本当に思うぐらいですね、うん、そういう思いがあったからこそ今の私たちがいる。で、これをやっぱり僕たちのまた子どもたち孫たちに伝えていかないと、この価値が低くなりますよね。そうですね、うん、まさに村民の英知を結集してですね、うん、そうですよ、今後引き継いでいく若者、うん、子どもたちにですね、はいはい、いかに読谷を、まあ、うん、引き継いでいくかというのが我々のですね、うん、今現役で頑張っている皆さんの、ね、まあ、責務だと思いますので、うん、FM 読谷も含めて一緒に頑張りましょう、はい、私たちも頑張っていきたいと思います、まあ、こうやって今読谷村長と話しているこの番組も、ユーストリームを通して、世界中に発信してますし、また記録としてですね、映像で、保存もさせていただいております。本当にこう過去のですね、出演者の皆さん方も残っておりますので、この放送もまたこれから未来のために残っていくものだと思いますのでね、そうですね、はい、そういう読谷の歴史を残していくためにも私たちも協力していきたいなと思います。さあ、それでは、一旦コマーシャル始めまして、少し議会中でありますので、指定方針のお話などもまたコマーシャルだけ伺いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
さあお送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日のゲストは、毎月恒例となっております、ちょっと日程的には遅れましたけど申し訳ありません、ユミタン村長石嶺伝次村長をお迎えしてお話を伺っております。さあ村長、先ほどは大変素晴らしいエッセイを伺いまして、なんかユミタン村がこの一言で分かるような感じが、文の中にたくさん組み込まれていたわけなんですけども、またこれぜひ機会がありましたらちょっとコピーいただきたいなと思ってるんですけど、はい、よろしいでしょうか。ぜひなかなかこの自治沖縄という本は私たち手元で見れませんよね。そうですね、これ町村会が発行している、まあ、行政関係のですね、しかも機関紙ということで年に4回しか発行されてますね、うん、あまり一般の村民というんですか、うん、には目に触れることないものですから、ね、ぜひぜひどうぞ、はい、コピーして私たちも勉強させていただきたいと思います、はい、さあ、それでは先ほど少しお話ししましたけども、まあ読谷村議会が3月の2日から、今月29日いっぱいまでですね、397回議会ということで、はい、まあ読谷村長、昨年も3月議会からスタートしてもう1年目の2回目の施政方針が行われまして、はいはい、私たちも、先週の3月の、確か3日翌日ですね、12時の、施政室読谷 FM ランチで、村長に施政方針を、40分丸々ですねお届けさせていただきまして、そして、その翌週の10日、同じく木曜日の12時にですね、施政方針を2回ほどお届けさせていただきました。まあ、これまで村長の施政方針は読谷村民はなかなか聞くことがなかったんですけども、今や、ね、石嶺村長もう村民に話してますからね。ありがとうございます。もうこれもまさに、コミュニティ放送のですね、そうそうそう、威力を発揮したということで非常に喜んでおります。コミュニティ放送局しかできませんからね。そうですね。村長に施政方針を1時間丸々流すなんて。さあ、そんな中で、たくさんのですね内容を本当に盛りだくさん、まあ、私もこれまで普通の、まあ、FM をやる前は一村民としては村長の施政方針なんかも聞くこともなかったし見ることもなかったわけなんですけども、でもやっぱり見ていくと読谷村が見えてくるんですよね、はい、今どういうことっていうのが、この平成23年度のですね、1年間どんなことをやりたいということをですね、うん、主だったものをほとんど網羅して、はい、方針としてですね、説明しておりますんでですね、まあ、それは非常に興味のある方がなかなか、うんですね、聞いてもよろしいかと思いますね、はい、まあ、私たち、まあ、ある意味こう行政と、一般の、村民の間に、ま、メディアという立場でいて、いかにこう面白おかしくですねこの、はい、村長の施政方針を伝えようかなっていうのを、はい、いつも興味津々で聞いてるんですけども、さあ今回もいろんなことが組み込まれておりましたけども、はい、一番最初に村長入ってたのはやっぱり世界のウチナンチ大会の中で、はい、ユンタン山中歓迎事業というものをやろうという、そう、ね、書かれてました、はいはい、これも今年で5回目ということで、うんうん、20年になるんですかな、毎年県がですねこれは主催してやってる世界のウチナンチ大会ということなんですけど、これ の, 日程の相まおぬってですね、うん、ヨミタン村ユンタン村から、まあ、世界に羽ばたいた人たちのですね、はいはい、ことで、まあ、世界のユンタン山中大会ということでですね、まあ、これ文化センターあたりでですねいろんなまた交流会をですね、うん、やっていこうというふうに考えております。なるほど、でも本当にこうユンタン山中も本当に世界中に行かれてますから ね、移民とかそういうものでは、はい、今回の中にもありました通り何ですか孫子の中でも移民関係のものをやっていきたいということで ね、はい、続けていますし、結構、うん、あれも非常にいい記録になると思いますね、うん、で今、まあ、南米ですね、はいはい、ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイとかですね、チリとか、はい、本当に、まあ、県人いろんなところにですね、うん、移住してまして、まあ、当然読谷村民もですね、はいはい、たくさん移住しているんですけど、本当にあそこで、うん、私昨年議長と一緒にですね、うん、11月に、はい、行かれましたね、ブラジルアルゼンチン行ってきたんですけど、本当にユンタンザンチュのウチナンチュのチムグクルがですね、はい、そっくりそのまま風化というんですか変化せずにですね、あ、なるほど、残ってるということで、言葉も含めてですね非常にもう昔の懐かしい沖縄がですね、へえ、で人間があそこに残ってるということで非常に感動しましたね。なるほど、ですから今回また沖縄に来たらですね、まあ、彼らもびっくりするかもしれませんけど、うん、沖縄のこの変わりようですね、ですよね、も見せながらまた、うん、楽しくですね、うん、交流もしたいというふうに考えておりますね。ね、まあ、
今回その世界のうちなんち大会に重ねた、まあ、事業としてユンタンザンチ歓迎事業を、まあ、実施するということなんですけども、またあの8月にもあの空手のそうですね、なんか大会があると、はい、あの、うん、ワールド周回空手道古武道世界大会ということで、これは県内で今あの空手はもう細分化すると60いくつかの流派があるみたいですけ ど、 なるほど、その中でもあの上地流、五十流、少林流というですね、まあ、あの大きな流派があるんですけど、その中でも、少林流 の、はい、あのこれはあのフランスの方にですね、で活躍をなされている知念健雄先生という方がいまして、はいはいはい、この皆さんのですねワールド欧州会という、うん、あのところが、沖縄でですね、はい、あの世界大会をやろうということで、これは、最初にフランス、うん、ポーランド、うん、カナダ、そしてあのまあ、沖縄と、はい、読みたん、あの発祥の地沖縄でということ で、 ですね、非常にあの世界各国の空手マンもですね、はい、非常にあの、まあ、楽しみにしているあの大会でですね、約450名内外の皆さんが外国からですね、はい、訪れるということに今なっておりますね。すごい、そういう意味ではあれですね、本当にこう読谷国際発信みたいな感じですね。そうですね、しかもこの人たちはもうすでに、うん、あの数年前からの、はい、国際空手古武道センターというのは紫村の方に立ち上げてまして、ね、はいはい、主にワールド欧州会の方からですね、うんうん、毎年もすでに何名も、あ、沖縄に来たり、はい、短期間であったりです、ね、1週間であったり1ヶ月であったりということですね、はい、フランス等々からですね、うん、研修であの来ていらっしゃいますんでですね、この人たちですから、あの一過性のものじゃなくてですね、うん、ここに紫村の中に、ここで空手古武道研修センターが立ち上がっているということで、はい、まあ、発祥の地沖縄で一度は研修したいというですね、うん、世界各国の空手マンがこれまでにもずっとですね、もう延べで100名以上の皆さんが、うん、あの実際研修していると思うんですけど、それに あの、あれしてですね、はい、今回世界大会ということで一堂に会するということで、うん、これはもうあの読谷中学校のですね、はい、あの新しい大きな体育館で、あの、こちらで演舞大会とかですね、はい、あの研修会をですね、うん、やるということになっておりますけど、うん、またそれも終わったら、うん、また各国のお国自慢があったりですね、交流会もですね、あの、あるということで、まあ、ここは島崎、うん、もちろん青森残波ですけど、はい、まあ、ヨーロッパフランスあたりからまたあそこのワインとかですね、そういったのも持ってきてですね、うん、あのいろんな交流ができるですね、文化交流ができればいいですね。あ、これもたの、じゃあ、いや、なるほどね、やっぱりちょっと国際化を意識してのこう最初のコメントだったんですね。この2つ頭に持ってきてるということは、うん、そうですね、さあ、その後でもあのやはりこう、もう私たちの目の前に現れてますけども、この飛行場跡地にこうファーマーズマーケットっていうすごいこう建物が出来上がってますけどもね、はい、まさしくこれは4月に、そうですね、もう間もなくですね、はいはい、あのグランドオープンが4月の23日の土曜日ということでですね、なるほど、もうそれに向けてすでに JA 読谷支店 の、うん、あのそこのスタッフはですね、はい、もう1年も前からあの沖縄市であのチャンプル市場でですね、はいはいはい、いろんな研修も積んでいるということで、なるほどなるほど、即あの読みたんでですね、うん、あのファーマーズマーケットが運営できるようなですね、体制作りをやっておりまして、また生産者部会の皆さんもですね、はい、あのいろんな人がそこに、うん、まあ、農産物を持ち寄るということでですね、あのみんな楽しみにしていると思いますね。そうですね、まさしくあの村長がいつもおっしゃるこう最後笑みの浮かぶ地産地消、ね、知恵のね、はい、あ、そういうのが本当に発揮できる場ができましたね。そうですね、あ、なるほどなるほど。さあ、それからまた、さらには今回、跡地利用ということで陸上競技場のなんか建設も、はい、うん、先ほどエッセイの中でも紹介しましたけど、うんうん、まあ、あのこれまで裁判で滞っていましたですね、はい、読谷工場跡地の陸上競技場、うん、もうすでに、7割は、うん、あのできてるんですけど、ね、残りもですね、はい、和解が成立しまして、この後ですね、はい、本当に加速度的に、うん、あの陸上競技場であったり中央残波線であったりですね、あの残りの5本のですね、うん、はい、あの道路網も、整備されますんで、陸上競技場、うん、役場文化センターと体育施設ですね、うん、はいはいはい、そういったところの交通アクセスも非常に良くなりますし、まあ、今ご不便をおかけしています読谷中学校のですね、うん、運動場も、うん、23年度いっぱいにはですね、はい、
完成を見るということになりますね。嬉しい。なるほどね。いやでもそういう意味では跡地利用が本当にこう今おっしゃるように本当にこう加速度的に、そうですね、もう陸上競技場はいつ頃にはできそうですか。これ今年度事業で引き続きやるもんでですね、うん、はいはいはい、4月からそのまま継続で、やりますんで、うん、この、 あの陸上競技大会ですね、はい、9月の、あ、読谷村の陸上競技大会までにはですね、はい、完成して、いよいよここでですね、はい、あの陸上競技大会が、うん、あの全天候型のですね競技場で、ね、できるということ運びになりますね。そうですか。ちょっとこれまで嘉手納さんお借りしたりとかね、そうですね、もう行くのも大変だったんですけど、もうこんな立派な陸上競技場ができますと、うん、まあ、我々よく冗談で言ったんですけど、うん、若い時はユーワッチャーで、はい、今はユールワッチャーと言ってるんですけど、うん、ぜひですね陸上競技場ができた暁には、まあ、ユールワッチャーを半分にしてですねユーワッチャーに、またみんな健康的にもユーワッチャーになってですね、あ、陸上競技場を活用していただきたいと思います ね、はい、ですね。あ、本当に。でもあの読谷村ってあの村陸の時の記録なんかもそうですけど、中上陸上とかの成績優秀な選手っていうのは結構読谷村が多いっていう、ね、はい、陸上競技場がないのにそうですね、本当にあの、まあ、これまではいろんな兼ね合いでですね、はい、あの陸上競技場整備されてなかったんですけど、たくさんのアスリートがいらっしゃいますよ ね、うん、ね、あのこれはすごい、これからすごくなるんじゃないですか。ですね、あの、うん、今もマスターズでもですね、うん、あのアメク光恵さん、他何名がですね、はいはい、でしたね、あの日本記録でしたかな、うん、あれを持っていますしですね、これからもどんどんそういったことでもまた、あのスポーツのますますメッカとしてのですね、うん、はい、まあ、読谷も発展していくんじゃないですか ね、 ね、うん、環境が整えばなおさら記録も伸びるということで ね、 意欲もまた出てきますからね、はい、はい、そういう跡地利用という部分に関しても本当に道路整備もね、本当にこうまさしくこう大きくこの年も前進していくのではないかなと期待するわけなんですけども、さあまた、その施政方針の挨拶の中に、入っております。ちょっと私もこう、お、来たなっていうことで思ったんですけど、村長があの立候補、村長立候補表明したときにすごいインパクトになった読谷大学っていうのがいよいよこう2年目にして出てきましたけれど、はい、うん、まあ、これはあの、まあ、100年をあの、はい、経た読谷の歴史をですね、うん、改めて、まあ、問いあの見つめ直してですね、読谷をまた深く掘り下げて勉強していくというのと、うん、またこれからですね今後の社会に対応していく、はい、村民どうあるべきかということでですね、まあ、うん、これもまた風呂敷広げてありますけど、うん、読谷大学ということでですね、はい、みんなで、あの老いも若きもですね、うん、あの、まあ、勉強してくるような仕組み作りをですね、うん、作ろうと思っております。これも、うん、何もあの箱があってですね、ハード施設があって、うん、云々じゃなくてですね、読谷すべてがキャンパスであるというですね、うん、これがすごい、うん、そういう中でですね、うん、まあ、生涯読谷でずっとですね、うん、あの心豊かに、暮らしていけるようなですね、はい、あのことをみんなで考えて、まあ、みんなで学習していこうということでですね、うん、まあ、こういったことを今、立ち上げようということで準備しているところです、うん、ですね、はい、読谷大学本当にこう村民 総参加型のですね大学ということで、読谷村すべてがキャンパスになるというね、そういう構想であります。ぜひ皆さんもねご期待いただきたいと思います。さあそれではコマーシャルお届けいたしまして、まだまだ続きます。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。まあエンディングになりますけども、まあ常日頃ですね、常日頃という言い方が欲しいな、毎月以降ユンタン村長の場合はですね、エンディングトークに入らずに最後の最後まで時間いっぱい使いますのでね、この時間もですね、さあ先ほどまで、政方針のお話をご挨拶の中からですね抽出して、トピックでお届けしておりますけども、一つ村長、ユンタン村の健康に関わる件でですね、はい、ちょっと、そうですね、まあ、残念なというか、なんか何かが赤字になったと書かれたんですけど、はい、あれは何ですか。はい、まあ、村民の健康づくりについてはですね、これまでも、まあ、取り組んできたところでございますけど、今回、はい、国民健康保険特別会計がですね、まあ、初めて赤字決算ということで、まあ、これまでにも一般会計からですねだいぶ繰り入れはしてるんですけど、うん、まあ、そういったことでですね、まあ、これを受けてもっと健康づくりですね、はい、まあ、頑張らないといけないということで、今国も示しています、特定健診のですね、受診率を向上するという市場命題もありましてですね、あ、そうですね、まあ、それに向けて基本審査費用のですね無料化を行ったりですね、うん、各技各地域を対象とした交付金制度をですね、はい、創設して、健康保持による医療抑制のですね、うん、村を、まあ、作っていこうということで、うん、いろんな仕組みをですね、まあ検討しているところでございます。なるほど。今回じゃあこの検診費用の無料化っていうのは初めての試み。そうですね。あ、そうなんですか。あと交付金制度の創設ってこれ具体的にちょっと各あざがですね、はい、まあ、健康に関することをですね、やっていって、そして受診率がですね、はい、何パーセントということで上がっていって努力したところにはですね、うん、まあ、それなりの交付金をやりましょうということでですね、まあ、みんなが、まあ、それ人参じゃないんですけど、みんながですね、競い合って、うん、健康のですね、うん、雰囲気作りが醸成できるようにということでですね、うん、まあ、交付金、まあ、財政的にですね、うん、各地域あざにですね、財政支援もしながらまた健康づくりもやっていただきたいということでですね、まあ、それを考えているところですね。なるほどね。まあ、昨年の施政方針の中でこの健康づくりの部分っていうのはある意味その個人の皆さん方にダイレクトにっていうことをもう強化策みたいな感じでありましたけど、今年の施政方針はそれをなんとなくそのこう全体 で、 そうですね、はい、盛り上げていこうっていう風な転換が少しありますね。おっしゃる通りです、うん、組織的システマティックにですね、いろんな組織もやりましょうということでですね、まあ、読谷村の村づくりの基本媒体であります、うん、まず公民館を中心に何ができるかということをですね、うん、なるほど、またみんなで区長さんの皆さんともですね、うん、協力しながらやっていきたいというふうに考えております、ね、うん、やっぱりこうこの組織化で動いてくるとこう漏れてた方々がそこで拾えたりする場合がありますから ね、 ね、はい、なるほど。でもそうですよ、こう組織化といいますと今回あざ隊員ではなくさらにそれを上回る全体のなんかイベントを村長、ね、はい、提案されてましたけど、はい、全国一斉チャレンジで2011ということで、はい、ちょうど私、ここ来る前ですね、それの町内の説明会もあってですね、はいはいはい、あるんですけど、まあ、読谷村もですねこれはもう世界的ななんかイベントだ、うん、そうですけど、それにですね読谷村も今年初参戦してですね、はい、頑丈の島づくりにつながる取り組みをですね、はい、やっていこうというふうに考えております。これは具体的には どういうかチャレンジデーと申しますと、はい、チャレンジデーというのは 毎年5月のですね最後の水曜日に、これはほぼ人口規模が同じ、自治体地域間でですね、午前0時から午後の9時までの間にですね、うん、15分以上の継続して、はい、まあ運動やスポーツをですね、はい、やった住民のですねその参加率、はい、何パーセントが参加したかということでですね参加率を競い合うというものでですね、まあ、これは今回読谷も対戦相手決まってるんですけど、どこ、もし、北海道の名寄町ということですけ ど、はい、まあ、ここはもう1回大会からですね、はい、第17回目ということでですね、もう古豪というんですか、ベテランのですね北海道の、いきなり初戦からということですね。で、まあ、そこの皆さんが昨年実績でこの名寄市は、うん、まあ、人口3万500ですか3万ちょっとあるんですけど、はい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 、参加率がですね 61% だったということでですね、半数以上すごいですね。まあ、読谷村もその先ほど言ったですね15分以上のスポーツレクレーションをですね、はい、やってぜひ65% あたりをですね、
目指してですね、村民総参加でまたこのチャレンジデーにもですね、はい、取り組んでいきたいと思っておりますね。すげえなー。でもこれ15分って言ったら何でもいいんですか、村長？そうですね、例えばラジオ体操をして、うん、その後、まあ、第1第2ラジオ体操をやって、まあ、その後にちょっとストレッチをやるとかですね、それとか、まあ、あの踊りでもいいですよね。レクリエーションだったらダンスであったり、はいはいはい、古典音楽であったりですね、古典舞踊であったりというのもこれをですね。あ、じゃあ村長、あの普通にほら朝とか夜とかみんな歩いてるじゃないですか。それも、もちろん、はい、あの通常ね歩いてる方も、はいはいはい、あのこれ後でまた詳しいですね、手続きはあの担当部署の方から発表されると思いますけど、うんうんうん、私も参加したよということでですね、どんどんカウントしていってですね、はいはいはい、でこれ一人がダブルカウントはできないもんですから。あ、なるほど、それで一人一人、はい、ということでですね、すごいです、またすごいイベントを持ってきましたね。チャレンジで、そうですね、うん、これはもう第3、第 5月の最後ですから、はい、最後の25日ですね。25日、 5.25 です、ね、はい、5.25、はい、5.25 チャレンジで、はい、ああこれじゃあまた私たちもまた本当に読谷村民眼中の島を目指すために、そうですね、ぜひまたあの告知力の FM 読みたんでですね、うん、はい、キャンペーンもやりながらですね、いや頑張りたいですね、はい、うん、じゃあれ、という意味ではあの今ネット放送もやってるので、はい、村長、名寄市の方々もそうです、ね、見る可能性ありますね、はい、今日は見てないかもしれませんけど、ね、今後も向こうだって分かるんですよね、読谷村が相手だと、ね、はい、でちょっとあのこれは先方にも連絡してですね、はいはい、挑戦状みたいなのをですね我々がチャレンジャーですからチャレンジャーですから名寄市の皆さん挑戦状をですね、はい、まああの電波から流してですね、そうですね、一緒に盛り上がっていけたらと思っていますね。ちょっとあの今度機会を、見つけて、あの村長からの、 あのこう挑戦状をこうネットを通して名寄市の皆さんへのメッセージも今度作りましたね。今日ちょっとまだ準備できてませんの で、ね、はいはい、機会あったらそれをちょっとプログラムに組み加えてやりましょう。はい、この時間ですね、うん、あのユンタンジャ出番ですよ、1時間を、うん、このチャレンジデーにですね、そうですね、特化したのを何回かまたお願いしたいと思っています、ね、はいはい、いやこれ名寄市の皆さん方も逆に燃えるかもしれませんね。そうですね、相手の顔が見えるっていうのこれまでないじゃないですか、です、ね、もしかするとね、はい、あ、なるほどなるほど、はい、今回ね 5.25、チャレンジデーということで、はい、ぜひね、今回みんなで盛り上げてですね、そして、結果はそのね、まあ、対戦相手が決まっておりますけれども、かつ目的ではありますが、読谷村の人たちがみんなこう健康を意識してもらうというのが ね、はい、今回の目的だということであります。まあ、これはあの、うん、勝ち負けは2の次とは言われているんですけどね、うん、これあのユニークなルールがありまして、はい、負けたらですね、例えば今回ですと北海道の名寄町のですね、はいはい、名寄市の自治体の旗をですね、読谷村のメインポールに一周回して利用するというですね、大変あの、まあ、ユニークなですね、まあ、あの本当ですか、罰ゲームというんですか、あ、なるほど、まあ、そういったのもあるもんでですね、逆に勝ったら名寄市の市役所に読谷村の損益がかかると、そうですね、おー、ぜひ掲げてみたいもんです ね、 ですね、ぜひ勝ってですね、ですね、はい、盛り上がっていきたいと思いますね。なんかこう最後にこうワクワクするような話をねいただきましてありがとうございます。ぜひねまたチャレンジデーに関してはまた改めて日程を組んで、ね、また PR をねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、村長もう長い時間でしたけども本当にありがとうございました。はい、また、機会がありましたら施政方針も細かくですね、お伝えする機会があればいいなと思います。月に一度、読谷村の石見伝地村長、ゲストにお迎えしてお話を伺っております。まあ、議会中であり忙しい中ではありますけども、いつもですね、村民のためにということで、広報活動にご協力をいただいております。今日のゲストは石見伝地読谷村長でした。今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さあ、お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ。今週もまだ1週間ゲストをお迎えしての1時間ということでお付き合いください。さあ、また明日ですね、この時間にお目にかかりたいと思います。それではまた明日。Thank you.
カシホウザオヤシヒジャとヒジャバシトヤギマトケシウエチオワウキナオキナミヒラナガタマキバル翼広げた大鳥よ羽ばたけ